皆さんこんにちは。ガーミンウォッチサロンのアイアイ鈴山本です。近年の健康ブームの影響もあり、最近はランニングやサイクリングといったスポーツを楽しむ人を多く見かけるようになりました。またキャンプや登山も人気急上昇中で、自然を楽しむ人たちも増えています。そんな意識高い系の皆様やアウトドア好きの人たちがかっこよく着こなしているスマートウォッチがガーミンなんです。多機能スマートウォッチとして圧倒的な評価を受けるガーミンですが、今当店の方でも爆発的に売れています。こちらの動画を見てくださる皆様もガーミンに興味を持っていらっしゃる方が多いと思います。まだ何もわからないという方でも大丈夫ですよ。私山本が日々の接客さながらに分かりやすく詳しくご紹介させていただきます。この動画があなたのガーミン選びの参考になれば幸いです。実はガーミンとにかく種類が多いんです。品番数で言いますと現行品だけでも100種類以上もあるんです。その上にインターネット上ではすでに廃盤になったモデルの情報も出ていますので、正直どれを買ったらいいのってなっちゃうんじゃないかと思います。そこで今回の動画ではガーミンの基本的なシリーズ分けについてご紹介したいと思います。ガーミンを大きく分けますと6つのシリーズに分類されます。フォーアスリート、ビボシリーズ、インスティンクト、フェニックス6、マーク、そしてゴルフやスキューバーダイビング用のアザーになります。それでは人気のあるところから簡単にご紹介していきますね。フォアアスリート、ランナー用の時計も種類がいろいろとありますが、マラソンするならフォアアスリート、このカテゴリーでは間違いなくナンバーワンの売り上げを誇る大人気のシリーズです。ナンバーワンの理由は何といっても他のブランドにはない圧倒的な性能の高さでしょう。フォアアスリートはこんな人に、ランニングが趣味の人、トライアスロンやフルマラソンが趣味の鉄人、サイクリングでメインに使いたい人、機能性が高いスポーツウォッチが欲しい人。ビボシリーズ、スマートウォッチの性能はもちろん、腕時計をファッションとして楽しみたい人におすすめするのがビボシリーズ。昨年秋冬でフルモデルチェンジし、よりおしゃれで機能的なスマートウォッチへと進化しました。ビボシリーズはこんな人に、タッチパネルでおしゃれなスマートウォッチが欲しい人、消費カロリーなどのデータを使って健康管理に興味のある人、ビジネスシーンでも似合うスマートウォッチが欲しい人、普段使いだけじゃなくランニングなどのスポーツでも使いたい人。インスティンクト、登山やサーフィン、釣りなどアウトドア大好きな皆様に注目されているのがインスティンクトです。デザイン性ももちろんですが、安心して使うために耐水機能、 100m 防水と耐衝撃機能がついております。バッテリーの持ち時間も結構長いので、アウトドアで重宝すること間違いなしです。特に2020年に発売されたデュアルパワーはソーラー充電機能も備えており、ガーミン史上最強のロングバッテリーとなります。インスティンクトはこんな人に、登山やトレイルランなどの自然の中でのアクティビティが好きな人、サーフィンやフィッシングを愛する人、キャンプなどのアウトドア系が趣味の人、本格的な軍用モデルにこだわりたい方。フェニックス6、ガーミンの高機能モデルといえばフェニックスシリーズ。
その最新作がフェニックス6になります。時計メーカーの一流どころからもスマートウォッチは出ていますが、性能重視で検討するならフェニックス6一択ではないでしょうか。機能や素材などで値段が大きく変わりますが、性能や品質にとことんこだわった、これぞ究極のスマートウォッチです。フェニックス6はこんな人に、最高峰のスマートウォッチにこだわりたい人、仕事でも趣味でも毎日スマートウォッチを使いたい人、地図データやナビゲーションシステムを使いたい人、ラン、トレッキング、スキー、ゴルフなどアウトドアで思いっきり遊ぶ人、マーク。ガーミンの最上級モデルがこちらマークシリーズになります。洗練されたデザインはアウトドアはもちろんビジネスシーンでも映える最高の一本です。仕事に遊びに徹底的に人生をエンジョイしているあなたのための時計です。マークはこんな人に、ビジネスとアウトドアをこよなく愛する人に、最高のスマートウォッチにこだわる人へ、セスナやヨットなどのアクティビティ好きな方に、サーキットで車を運転する人、アザーラインナップ、ゴルフ用の計測機能やダイビングコンピューターを備えたモデルなどがこのカテゴリーにあたります。スマートウォッチ未経験者の方も趣味に合わせてガーミンを使ってみてはいかがでしょうか。アザーラインナップはこんな人に、ゴルフが趣味の人、スキューバーダイビングが趣味の人、スマートウォッチに興味のある人、スイミングに使いたい人、以上でガーミンの6つのシリーズについてご紹介させていただきました。まずはシリーズごとにどんな時計かというイメージが皆さんに伝わっていればいいなと思います。ここからはシリーズ別の完全ガイドです。商品ごとに詳しく紹介させていただきますね。